1年ぶりの大人のチョコミントビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。皆さんこんばんは。良い子の味方ビールお姉さん小川梨沙です。いやーありがとうありがとうありがとう、とてもとてもテンションが上がっております。あ、今のところはこの辺で小さなこう動物たちがうわーっておめでとうって祝福してくれてるような感じをイメージしました。そんな編集ができたらお願いします。ほっぴんおじさんの新作定期便が届いたわけですよ。ほんで今回の新作は大人のチョコミント、やったー、再販が決定しました。決定しました、ありがとうございます。大人のチョコミントといえば昨年のね、今頃飲んでいただいた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私が考案させていただいたチョコミントのビールです。それがね、去年バレンタインに合わせて発売しまして、そしたらね、もうありがたいことに瞬く間に売り切れ、もうね、たくさんの方に買っていただいて飲んでいただいてとても好評いただきまして、即完売となっちゃったのでね、ちょっと飲めなかったっていう人、そしてね、ちょっとなくなったからまた飲みたいんだけどもう売ってないの、再販してよっていうお声をたくさんいただいたので、今年また限定で復活することとなりました。そしてね、今回はね、ホッピーおじさんの新作として仲間入りをさせていただいております。じゃあ開けます。ワクワク、それも気合を入れてチョコミントネイルにしたんです。見て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 、チョコミントでしょ。ネイル作成動画も上げてます。 SNS に上げてます。 YouTube にも上げてるかな。定期便を頼むと毎回こうやってこのビールが出来上がった背景っていうのが絵本になって、このように一緒に同行されます。ビールの1年ぶり1年ぶりです。大人のチョコミント久しぶり、来て、あなたに合わせてネイルを作ったのよ。ほら見て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 、ぴったりでしょ。いやー、感無量ですわ。コースターもついてるんです。ほらかわいい、もうめちゃくちゃかわいい。今回は定期便なので、いつもと同じようにね、オリジナルのこのビールだけのこういったコースターとこのストーリーブックを作ってもらいました。あ、これ磁石になってるんです、このコースター。もうこの昭和レトロな感じ可愛くないですか。じゃあちょっとね、ストーリーブックを見ながらこの大人のチョコミントのお話をしましょう。この大人のチョコミントっていうのは一番最初にできたのはもう2年前になるのかな。まだホッピンガレージのビールを商品化とかしてなかった頃、もう一夜限りのお披露目イベントっていうことで一般の方が考えた、こんなビール飲んでみたいな、ここで飲んだあのビールが忘れられないんだよねとか、そういうのをホッピンガレージではビールにして、でそれを実際に作って、もう札幌ビールのね、醸造家の方が実際にそのビール、その一般の方の思いをビールにして、で一夜限りでイベントを行って、でそこに参加した人だけが
その時だけ楽しめるビールっていう風な感じで始まったんですよ。その中で実際にね作ってみて美味しかったビールもう一回飲みたいね、じゃあ商品にしちゃおうということで、今までももう10種類以上のビールが商品化されてきました。その一つがこの大人のチョコミントです。一昨年の6月にお披露目会をやって、で皆さんに美味しかったってその時も言っていただけて、で去年の2月に、まあ、チョコミント、チョコレートってことでね、バレンタインに合わせて商品化してもらい、たくさんの人に飲んでいただきました。私がもともとあのチョコミントが好きっていうのとビールも大好きで、どんな企画のビールにしようかなって考えてた時に、まあ、いくつかあの案はあったんですけど、ふとあチョコミントってどうだろうって本当にふと思ったよね。でチョコミントのビールって想像したらなんかすごい興奮してきちゃって、え飲みたい、今までにないかもと思ってめっちゃ調べてすぐに、うん、引っかからない、よしこれ企画で出そうが一番最初だったな。どんなビールを作りたいかって考えるにあたってずっとあったのが、ビールは苦いから飲めない、好きじゃないって言ってる人にも手に取ってもらえるようなビールが作りたかった。これが一番大きかったかな。で、チョコミント好きな人って結構いるから、それでどんどんチョコミントのビールがそこから広がれば、ビールを初めて手に取ってくれる人、そのきっかけになるビールになったら嬉しいなって思って、この大人のチョコミントを考えました。本当にね、あの初めて飲んだ時びっくりした、ここまでチョコミント再現できるかってびっくりしました。ミントをどうやって出すんだろうかっていうのをなんか想像つかんくて、大量にミントをつぎ込んでくれて、それでちゃんとスースー感がねあるんですよ。チョコレートの甘い香り、味わいとスーッとする感覚、あこれはビールでは今まで味わったことなかったなっていうので、甘くてスースーする新感覚のお酒、そう新感覚のお酒ができたんですよ。ビールが冷えてる間にチラッとチラッと中を覗いちゃおうかな。誰だこれ私、もうねめちゃくちゃ嬉しい。さあビールの準備ができました。では継ぎます。1年ぶりの大人のチョコミント、あーいい香り、甘い香り、チョコレートの香りがする、めっちゃ甘い。それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。ホッピーチャレンジ。うん、これ大好きな味、チョコミントの皆さん、お待たせしました、帰ってきましたよ、チョコミントのビール。あね、このね最初チョコレートの甘い香りを存分に堪能しつつ、チョコレートの甘い味わいと甘苦いね、この高カカオチョコレートのような甘苦さがあり、そしてこのビールでこんな感覚ないよねっていうね、新感覚のこのスーッとする感じ、大量に入れていただいたミント大好きです。私あなたが大好きです。ではでは2杯目の楽しみ方はアイスと一緒に飲んでほしいということで、ちょっとねバニラアイスを用意しましたよ。上手にできるかな。すごい泡が
では実食。ね、泡がねじゅわってなるの。もうね完全にスイーツになるんですよ。もともと甘いビールなので完全にスイーツビール、デザートビールのカテゴリーなんやけど、アイスを浮かべるとねさらにもうスイーツ部類に行くというか、大人のチョコミントは食事と合わせるっていうよりも食後に楽しんでほしい感じですね。これだけで飲んでもう成立してるもんな、スイーツとして。だからアイストッピングが一番いい気がする、やっぱり。もう一個ね、やってみたいって思ってたことがあるんですよね。パフェアレンジみたいなのもちょっとやってみたいなと。インスタ映え的な、ね、そんなのもやってみます。なんかいろいろと準備してみました。なんか全然上手にできる気がせんけども、やってみるよ。シュークリームとか置いてみて、アイスでしょ、クランチとか買ってみて、こういうどうだろう。ここに大人のチョコミントを注ぐと、仕上げにミントを、はい、完成。いただきます。うん、パフェだ、パフェ、完全にスイーツ。ちょっといろいろ盛り付けすぎた気もしますが、ぜひいろんなアレンジを試してみてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな大人のチョコミントが再販になって本当に本当に嬉しい。ぜひ皆さんもお買い求めください。もう、あ、飲んでる人もいますか？感想を教えてください。ご購入方法は概要欄をチェックしてみてください。もう自信を持っておすすめします。アイスと一緒に飲むっていうやり方も含めて、ぜひぜひやってみてください。コメントで感想を楽しみにお待ちしております。ということで、この動画が気に入ったよという方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価とコメントもお待ちしております。大人のチョコミント限定販売です。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね、バイバイ。